本日は RE100 や再エネ100宣言 RE アクションに参加しておられる日崎工業株式会社、富士通株式会社、川崎信用金庫の市内事業者3社にお越しいただき、末吉武次郎川崎市国際環境施策参与をファシリテーターとして、再生可能エネルギー 100% に取り組むきっかけや苦労されたこと、また反響効果等についてお話しいただきます。さらに国内外のカーボンニュートラルの潮流、中小企業、大企業、地元金融機関それぞれの取り組みなどを幅広く論じていただき、2050年脱炭素社会の実現へ向け、市民・事業者等の皆様に幅広く行動いただくきっかけとしていただきます。皆さんこんにちは。今日は川崎から再エネ100宣言、企業ができるカーボンニュートラルの取り組みについてパネルをいたします。私はこの10年ほど川崎市の国際施策参与として環境問題についてお手伝いしておりますが、末吉と申します。今日のパネルのモデレーターを務めてまいります。皆さんご承知だと思うんですけど、昨年11月にですね、川崎市は福田市長の強いリーダーシップの下で川崎カーボンゼロチャレンジ2050をスタートさせております。改めて川崎市の環境問題への取り組みをの歴史を振り返りますと、皆さんご存知の通りですね、60年代から70年代経済成長に伴って公害に大変苦しみました。でも皆さんの力でその公害を克服し、まあ、私が聞いてびっくりしたのは、多摩川の水がですね、もうすでに飲んでもいいくらいにきれいになっているとか、晴れた日には富士山がよく見えるんだと、そういった具合に、非常に厳しい公害を乗り越えてきたのが川崎市です。その川崎市がですね、新しい地球環境問題へのチャレンジとして、2050年までにカーボンをゼロにすると、こういうチャレンジを打ち立てております。で、これはもちろん川崎市だけではできない話でありまして、実際にそのゼロを実現するためにはですね、市内のさまざまなステークホルダー、中づく企業の方々、これは金融機関も含めてですけども、川崎市の企業の方々の協力努力がなければ実現できません。で、そういったチャレンジにですね、早くから取り組んで大きな成果を上げておられる3社の方を今日お招きして、どうやったら川崎で本当に再エネ100が実現できるのか、カーボンニュートラルが実現できるのか、そういったことを議論していきたいと思います。言うまでもなく川崎市はですね、大きな企業から始まって中小企業、あるいは普通の生活の人々、さまざまな要素を含んだ、まあ言ってみれば国の縮図みたいなのが川崎市だと思います。ですから川崎市でこれからやっていくことは、おそらく日本全体にとっても、アジアにとっても、世界にとってもですね、良きモデルになれるんじゃないかと思います。そういったことを念頭に置きながら今日の、パネルを進めてまいりたいと思います。では早速ですけれども、今日ご登壇いただく3社の方をご紹介申し上げます。まず市内中小企業の代表として日崎工業株式会社です。今日は代表取締役の三平さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それから2番目はですね、市内の大手企業、大企業の代表として富士通株式会社にお越しいただいております。サステナビリティ推進本部環境統括部長の浜川さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。それで最後になりましたけれども、市内金融機関の代表として非常に長い歴史をお持ちの川崎信用金庫にお越しいただいております、お客様サポート部長の中村さん、今日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは第一部といたしまして、再生可能エネルギー 100% に向けた取り組みについて、3社の皆さんがどういう具体的な取り組みをなさっているのかですね、その取り組みの内容にお話しいただくと同時に、
なぜ再エネ 100% を目指すようになったのか、あるいは実際に取り組んでみるとこんな苦労があるんだろうとあったよといったようなお話も含めてですね、3社の取り組みの状況をご紹介いただきたいと思います。それでは先ほどご紹介した順番通り、まずは、日崎工業の三平さんにお願いいたします。はい、そうですね、私たち川崎事業所構えてもう55年になるんですが、そもそも町工場でですね、板金加工を中心とした、金属製造業なんですけど、比較的やっぱり脱炭素に関してはもともとそんなに無頓着ですね、意識はなかったんですけど、7年前ですね、から本格的に脱炭素活動に取り組んでおりまして、意外と、いろんなことをやってみたんですけど、失敗もあり成功もありということで、さまざまな活動がですね、元に実際に数値に表してみると意外と成果も出てるなというところで、今後も脱炭素化に向けてですね、ある100にはどうやったら実現できるかというのをチャレンジし続けるところです。ありがとうございます。いただいた資料を読みながら思ったんですけど、省エネと再エネを日本柱にされているところが私大変気に入りました。というのはこれ日本全体も世界でもそうなんですけども、再エネだけではなかなかゼロは実現できない。使うエネルギー自体を少なくする省エネこそがまず第一にあるべきだという考えがあります。省エネは第一の燃料であるという言い方もありますよね。そういった取り組みをしたいと思われた何かきっかけがあったんでしょうか。そうですね、うちの会社は私2代目としてやってるんですけど、両親が実は福島第一原発所ですね、福島県 の大熊町と双葉町にまたがってるかと思いますが、そこの両隣町出身で、実際に2011年ですね、第一原発の事故以降ですね、さまざまなふるさとに及ぼされた悲劇等を見てですね、そこから私の場合は脱炭素というよりもスタートが原子力発電の恐ろしさを知ったというところから、エネルギー問題に興味を持つようになって、自社をケースにですね、何かいいモデルができないかなというところで、さまざまなことをチャレンジ開始しました。ありがとうございます。多くの中小企業の皆さんに元気づけになるような好事例だと思って読ませていただきました。それでは続きまして、大企業の代表として富士通さんにお願いしたいと思います。浜川さん、会社のご紹介も含めて、お取り組みについてお話しいただければと思います。はい、富士通グループでございますが、ICT 分野において各種サービスを提供するとともにですね、それを支えます高品質高性能なプロダクトデバイスの設計開発、それから製造販売運用保守までトータルに提供しております。創業は1935年になりまして、昨年ですね、その85周年ということで、改めまして我々 の存在意義、パーパスを策定しました。イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくということを新たに掲げてですね、ここのためにいろんな活動を進めておるところでございます。この CO2 の削減、再生可能エネルギーの導入拡大というところもですね、以前から取り組んできたことではございますが、やっぱりきっかけとなったのは2015年のパリ協定であったり SDGs の採択というところでございます。我々も長期的なその目標を持ってですね、取り組んでいくっていうことをやらないといけないよねというところで、ビジョン2017年ですね、富士通中長期環境ビジョン、富士通クライメート&エネルギービジョンというものを策定しまして、50年ゼロに向かって進んでいこうと歩みを始めたところでございます。ありがとうございます。さすがに技術とかテクノロジーのね、世界的大企業でいらっしゃる富士通さんならでは非常にがっちりした組み立てのお取り組みだと感心して読ませていただきました。
お待たせしました。川崎信用金庫さん、中村さんにお話しいただきたいと思います。何かもう大正12年に始められたということですか。もう100年の歴史になるんですね。あ、そうですね。文字通り川崎市とともに成長してこられた、はい、あるいは川崎市の成長の陰で支えてこられたという地域金融機関かと思います。じゃあ少しお話をいただけますでしょうか。はい、川崎信用金庫は、政令指令都市であります神奈川県川崎市に本店を置く金融機関でありまして、川崎市内を中心に東京都大田区、横浜市内にまたがり、現在56店舗で営業展開しております。ただいまお話にありました通り、1923年の7月に設立しまして、2年後の2023年には創業100周年を迎えさせていただきます。その中でですね、私が在籍するお客様サポート部についても少しご紹介させていただきますと、地域の中小企業者、事業者様の課題を一緒に考え、そしてその課題解決に向けたお手伝いをさせていただく、そういった部署でございます。例えば、販路拡大をするためのお客様とのビジネスマッチング、または後継者問題でお悩みのお客様に対して事業承継、またはその M&A のご相談、最近では事業再構築補助金ですとかのその補助金申請のお手伝い等もさせていただいております。また今回のですねテーマでありますその SDGs ですとかカーボンゼロ、こういったことを市内の事業者様に普及啓発活動をさせていただく、そういったことも私の在籍する部署で行っているところであります。ありがとうございます。実は私もずっと銀行で働いておりましたので、同じ金融機関のものとして思うんですけど、もともとあまり金融機関の人は環境に関心なかったですよね。綺麗なお店で街角のいいところで仕事してるんで、空気を汚したり顔を汚したりしてないからということで環境に関心がなかったんですけども、今の時代はその金融が扱うお金の流れこそ結果的に環境を良くするのか悪くするのか、はい、大きな違いを生むっていう、そういう意識が出てきたんだろうと思いますけれども、はい、まあ金融機関の場合にお客様との取引があってこそ成り立つビジネスですけれども、そのこういった問題をお客様とどういう形でお話しなさるんですか。あんまり難しいこと言うと嫌われるんじゃないかとか。そうですね。そんなこともあるんだろうと思うんですけども。まあ例えばその例えばカーボン、まあ我々どもも昨年の10月に川崎市の、カーボンゼロチャレンジ、2050にこれに賛同させていただいて、その後ご案内をいただいて RE アクション、こちらにも、まあ、手を挙げさせていただいたっていうような経緯がありまして、平均庫としてもその、そんなにこう威張れるほどですね、早くからこう取り込んできた課題でもございませんでした。まあ、そんなこともありまして、まあ、例えばこちらにありますようなパネル、カーボンゼロ、川新と一緒に始めてみませんかという、まあ、非常にこう、馴染みやすいキャッチでですね、店頭に今全店、全営業店に、ATM コーナー付近にですねこちらのパネルを置かせていただいております。まあ、あと合わせてこれはちょっと商品とかになりますけれども、そのカーボンゼロの取り組みに向けた、商品なんかのご案内もさせていただいてますので、まあ難しいことを言うと今左右の方からお話もありました通り敬遠されてしまいますので、いかにその、市内の、事業者さん、にですね、一緒に川新と一緒にやっていきましょうよ、もうやらないといけない時代が来ましたよということで、まあ伴走していく、そんなようなイメージでやっております。そうですよね。金融も嫌なことを言うのをやめとこうじゃ、結局お客様がダメになると同時に金融もダメになるという、はい、まあそういう運命共同体ですからね。ですからいかに今は耳に痛い話でも将来のためには今何をしましょうという、そういう問いかけが非常に大事じゃないかと思っております。はい、